タンフルート奏者の大塚進です。ただいま演奏しました曲は、前回に引き続きましてバッハの管弦楽組曲第2番より2楽章ロンドという曲を演奏しました。前回もですね、パンフルートにおける半音の操作に関してですね、半音の音程の操作について説明したんですけれども、今のただいま演奏しましたこのロンドという曲もですね、途中でいっぱい半音操作出てきますので、少し参考にしていただければと思います。で、前回はですね、具体的な半音操作の方法としまして、メインとしてですね、この下顎をですね、前後にこうやってですね、前後に動かすことによって息の方向を変えて半音を操作する方法について説明しました。で、詳しくはですね、その前回のパンフルート奏法7番目を見ていただければ結構詳しく説明しましたので、そちらを見ていただければと思います。で、今日は引き続きまして、もう一つ別のですね、別の半音操作の方法について、ちょっと唇の先を使うんですけどもね、その方法について説明したいと思います。で、その後ですね、今度は実際に皆さんご存知のよく知られた曲をね、ちょっと例題として用いながらですね、実際の半音操作におけるですね、ポイントというか、留意すべき点についてですね、説明したいと思っております。で、まずですね、もう一つ別のね、別の半音操作の方法ということなんですけども、前回はその顎を使ったんですけどね、で、今度のはですね、今回のもう一つの方法というのはですね、唇の先をですね、ちょっとその伸ばしたり引いたり伸ばしたり引いたりという方法でやってみたいと思います。ちょっとね、例としてやってみたいと思いますね。こんな感じで普通に吹きますと、これをちょっと、唇を操作していますけども、唇を伸ばしたり引いたり伸ばしたり引いたりということでですね、操作する方法です。前回も確かですね、フォスターの夢路という曲を演奏しましたけど、ちょっとね、触りこの方法でやってみたいと思います。で、実を申しますとですね、私自身はこの唇の操作、伸ばしたり引いたりという方法はですね、ちょっとあまり得意ではございませんでですね、どちらかというと苦手なのでですね、うまくできなくて申し訳なかったんですけども、一般的にはですね、このような、方法ということがね、割と一般的に使われておりますので、前回のその下顎を使う方法か、あるいは今のね、その唇の先を伸ばしたり引いたりという方法、どちらか自分でですね、ご自分で、やってみてですね、いい方法をですね、選んでいただければと思うんです。で、このことに関しては、その唇の先の操作をね、もっと詳しく分かっている方がいらっしゃると思いますから、詳しくそういう方にですね、聞いていただければと思います。で、このようなことがあったんですけどもね、以前その、ルーマニアの素晴らしいパンフルート奏者のコルネル・パナさんがですね、日本にいらっしゃった時に、講習会レクチャーを開いてくださってね、私も参加したんですけども、その時話したことはですね、半音操作の中でね、例えばその応用として一つの管で音程を操作させて、トリルをしたい。で、トリルをする時どのようにするかっていうことを、話をしました。で、パナさんの場合にはその唇の操作をね、しまして音程を変えてるんですけども、で、それで実際にトリルはどうするかってことを聞いたんですけども、彼の答えにはですね、簡単に一言言っちゃうと、それは結構難しいってことでね、なかなかそのトリルやるのは難しいことなんだってことをおっしゃってましてね、そういうことなんだと思いますけれども、で、自分がですね、こんなことをそれで考えたんです。例えばですね、皆さんご存知の曲でですね、
あの人選上のアリアという曲ございますけども、この最後のところでね、トリルがやっぱり出てくるわけですね、霊感でね。ちょっとやってみたいと思いますけども、トリルをやったわけです。でこのような方法が一つあるわけですね。だからそれを、まあ、そのような方法もありますし、あるいは一般的にはですね、まあ、今の方がですね、割と一般的に、使われている方法ですけどもね、あのビブラートの応用でですね、ビブラートの応用であの音程を変えてトリルをかなという方法です。でこの方法ももちろん使えるわけですね。それから先ほど話に戻りますけども、その、パナさんの使ってらっしゃる、ね、唇を動かす方法で、これでも私はちょっとやってみたんです、やってみてるんですけども、まあ、あまりちょっとうまくいかないのでね、まあ、一応どういうことかというと、まあ、このような形になります。で結局ですね、あの皆さんはご自分でいろいろやってみてですね、まあ顎を使うか、唇を使うか、自分でですね、いい方法をですね選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。もうもちろんね、時と場合によりまして両方使えれば一番いいということですね。で自分の場合には、さっき今やったみたいにですね、その唇の先を使うのはちょっとあまりうまくできませんでですね、早くできないんで、あまり得意ではありません。それに対してですね、顎を使えば、という方法で、まあ、やってるわけです。で、自分の場合はですね、結局、まあ、今の方法で、まあ、必要最小限というかね、必要条件の速さは、まあ、キープできてる、維持できてると思っておりますので、まあ、顎を使う方法、メインとして使っているわけです。まあ、どちらでも皆さんですね、いい方法を選んでください。で 次の話なんですけども、で実際にですね、そのような方法を使いまして、まあ、どんなことを注意しながら練習したらいいかなってことでですね、まあ、またちょっと皆さんご存知の曲を、例えば例としてですね、こんな曲があるんですね、クリスマスの曲なんですけどね、ちょっと旋律がつながっていて、ちょうどいいんじゃないかなと思ったんですけどね、こんな曲、巻き人という曲ありますけどね、ちょっとやってみます。これ波長調でやってみます。しましたので、この楽器は、ファがシャープになってますからね、もともとファがシャープになっているのが基本ですから、それをファをね、半音下げて、ナチュラルにしましてね、波長調の音階で、セイドアで弾けるようにしてみたんですけども、結局このような感じでですね、実際にその、まず一つはですね、必要に応じて、その半音下げていくということなんですね。で今の場合はファを下げたんですけども、やっぱりそこをですね、よく丹念にですね、練習してもらえればいいんじゃないかなと思います。でこの実際のそのメロディーの中でですね、旋律の中で、きれいに音程をね、半音下げて、音程を作っていくってのはとても難しいことでですね、これはもうどんな方でも、私ももちろん自分自身にもそうなんですけども、その都度その都度ですね、しっかりと注意深く練習していくことが必要だと思います。で、ちょっとね、今のことを少しだけ説明を、ちょっと
追加で加えたいんですけども、結局どんなことを注意するか、一つはですね、まずはその一つの缶においてね、一つの缶、どっか一つ缶を選んだらですね、この缶で前も言った通りですね、まずはよく注意深く耳を働かせてですね、いい音程で、綺麗な音程で、それから豊かな音でですね、できるだけ半音を出すようにすることがまず先決ですよね。管理を置きまして、ちゃんと、半音操作できるようにしてきまして、でそれをだんだんできるようになってきましたら、それを使いましてですね、実際に今の場合だったらですね、ファンのナチュラルのところで、これはよく練習していただければと思うんですけども、一つ注意することは、もういつも言ってくどいようなんですけども、その縦のですね、半音の操作ということと、から横のですね、管の移動ということをですね、ちゃんと分けてね、縦は縦でしっかりやって、横は横でちゃんとやって、それを組み合わせるという方法でやるのが一番、いいんじゃないかなと思ってるんですよ。でそれをついついですね、曲の中でそのごちゃごちゃに混同してしまいましてね、縦と横が一緒になっちゃって、その軸がずれちゃって、ごちゃごちゃしちゃうってことがあるんで、それはちょっとあんまり良くありませんのでね、ちょっともう一回ゆっくりやってますね。こういうことです。ここからファを下げるときに、ちゃんとですね、顎を引きながら楽器をね、自分の中心に持ってきて、こうではないです。これではいけない。これではこうではなくて、頭を固定しておいてですね、顎だけ引いておいて、あとは楽器をね、ちゃんと自分のところに中心にですね、横の移動を使って持ってくるわけですね。だから横の移動と縦の移動をしっかりと分けるということです。こうではなくてですね、よく耳を働かせながらですね、横と縦を区別しながらやっていくといいんじゃないかなと思っております。でもう一回ちょっとね、そんなことを注意しながらやってみたいと思いますね、波長調で、ファを、ね、ファのシャープからファのナチュラルで下げるということをですね、演奏してみたんですけども、まあ、もう一つ例としてですね、同じ、ちょっとフラット系というかですね、F ドア同じようにやってみたいと思いますね。で今度はですね、ファのナチュラルプラスね、シもフラットに変えなきゃいけないので、ね、2つ出てくると思うんですけども、まあ、同じようにですね、縦横を区別しながら、うまくやって練習してほしいんですけどね。ちょっとやってみますね。
ようにですね、同じ巻き人という曲をですね、F ドアで、吹いてみたんですけども、やはりその必要に応じてですね、そのフラットに必要な音をですね、半音下げていくという方法で吹きました。で、次にですね、同じ曲なんですけども、今、結局必要な音をね、下げていくということで、そのフラット系の曲をですね、演奏してみたんですけれども、今度同じようにですね、シャープ系の曲も演奏できるんですけども、この場合ちょっとですね、若干その別の難しさというかですね、その移動に関して、ちょっと難しいところがありますのでね、まあ、それをちょっと説明したいと思いますけども、例えば今の曲をですね、で今度はその D ドアでですね、そのレから始まる音階でちょっと吹いてみたいと思うんですけどね、やっぱりこんなことになります。切れないように繋がってね、っていうことで、ここはこういうところをですね、とてもよく練習しなければいけないんですけども、やはりこの時もその縦の移動とですね、横の移動をしっかりと分けるということがですね、大事なんじゃないかなと思っております。もう一回ちょっとやってみますけどね、こういうことですね、ここから素人からここから上がっていくときについついですね、こうやってその軸がずれるわけですね。でこういうことはやっぱりどうしても細かい動きになりますと、限界がありますから、そこで頑張って、ね、中心を維持してですね、ここから顎を引きます。顎を引いたときに楽器を持ってくるですね、自分の中心を持ってきて、死の感からレのデの感ですね、一つ飛ばして楽器を持ってくるというその二つのことをですね、ちゃんと独立させつつですね、それを組み合わせるという方法でやっていくとですね、このような曲の場合はですね、いいんじゃないかなと思います。ということでですね、今日はですね、そのとりあえずその半音については他にも言うことがたくさんございましてですね、次回はですね、その実際に音がですね、音色ができるだけ変化しないようにね、まあ、どうすればいいかとかですね、いろんなことについて次回お話したいと思うんですけども、今日はですね、今の巻き人という曲を使いまして、具体的なですね、基本的なところでのその半音操作についてね、ちょっと実例として、示してみました。ぜひですね、参考にしていただければと思います。で今日はね、一応この回のことなんですけども、最後にちょっと付け足しで言っておきたいことなんですけども、やっぱりこの半音、一つはですね、楽器のことなんですね。でこの半音操作をする場合にはですね、やっぱりその半音下げた時でもですね、やっぱり音がね、いい音で鳴ってもらいたいわけなんですけども、でそのためにはですね、やっぱりその楽器自体がね、それ相応のですね、半音下げてもね、音程変えてもいい音になるようなね、そういう楽器がまず
なんていうんですかね、まあ、求められるということは一つあると思うんです。まあ、できる限りですね、そのようないい楽器を、使っていただければと思います。それと、それに関してはやっぱりその、ね、楽器自体がいいということと、それからその管の削り方ですね、その削り方によってもですね、あの音色が随分変わりますので、それはやはりできるだけいい響きの、ね、なるような削り方を、している楽器がよろしいですね。そしてもう一個大事なことはですね、あの半音操作に関しましては、この楽器の手前ですね、この唇の当たるところのですね、その削り方によって、すごく吹きやすさ、吹きにくさが出てくるんです。でそのこともありますので、ちょっとパンフルートの演奏法とはちょっと離れてね、楽器のことになってしまいますけれども、いい楽器をですね、できるだけ使っていただければと思います。それと、もう一つはですね、今こうやってずっと前からですね、話を進めてきてるんですけれども、なかなか全部のことをお伝えすることはできないし、やはりフェイス2フェイスでですね、1対1で やりながらだと、もっと細かくですね、いろいろとコミュニケーションしながらレッスンもできますので、もしね、このような形でレッスンご希望の方はですね、ぜひぜひおいでいただければと思います。今現在はですね、東京のですね、荻窪の、読売文化センターと、それから浦和ですね、浦和の文化センター、それからあと自宅の方がですね、埼玉県新座市なんですけれども、どちらでもね、おいでいただければと思いますので、その場合はご連絡いただければと思います。では今日のところは、実際のね、優しい曲での半音操作の実例についてね、ちょっとだけ示してみました。ではまた次回もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。さようなら。